でそういった前提の中で誰がやるのかっていう部分誰が作ったのかそして誰がやるのかっていうところなんですけれどもここでしっかりとスポーツの話に入っていきたいんですけれどもまず誰がやるのかの前に誰が作ったのか例えばサッカー誰が作りましたかっていうと高重心系民族が作ったってことなんですよ。ってことは彼らが股関節優位で。 高重心でっていうふうなところが基本的なベースとして持っていますそうするとサッカーで専門的にサッカーでうまくパフォーマンスハイパフォーマンスを出していくためには高重心で股関節をうまく使ってっていうふうな動きが要求されるわけですサッカーでは彼らが得意な動きなんですよもともとライフスタイルから考えてもいろんな文化から考えても彼らが得意な動きが ベースにあってそれが使えばサッカーってうまくいくようになってるし気持ちよくできるようになってるし楽しくできるようになってるんですよなぜならスポーツは娯楽だからですもともと彼らがどっしり構えて動かないようにするような娯楽は選ばないわけですだから柔道とか相撲ってやっぱり日本からしか生まれないんですよ日本からサッカーはやっぱりなかなか生まれにくいっていうことがわかるんですねで誰がやるのかですけれども 最終的ににはここが大事になってきます。そうやって、高重心系民族が作った、高重心系の方々が作ったスポーツを低重心系がやるということです。低重心の方々がやる。ということは、低くなりがちな人が高くないとできないものをやるわけです。これ、大問題ですよね。同じことを <laughs> やっていっていいんでしょうかということです。 今のトレーニングメインのトレーニングって、えー、と一般的な、ね、いわゆるスポーツのトレーニングって欧米式ばっかりなんですよ欧米から入ってきたものを基本的にはいいトレーニングだっていうふうな考え方で欧米式のトレーニングをやってるんですねでもそれってそれもその欧米式のトレーニングも高重心系民族の方が作ったトレーニングでこうしたら効果が出るよこうしたらサッカー上手くなるよっていうふうに体型立てられたもののはずなんですよ 低重心系がやるという前提はそこに、その効果がありき、効果があるなしのところに評価が入ってないはずなんですよ。低重心の人がこのトレーニングをやって、サッカーうまくなるよっていうような評価は入ってないはずなんですよ。なので、前提が違うんです。今の欧米系のトレーニングに対して、低重心系の人がやるという前提がない中で、同じことをやっていて、果たして追いつけるのかどうか。 ととといいううこころにすすごく疑問を感じるということですね <laughs>、はいでえー、スポーツトレーナーというふうな仕事をしていると正しい体の使い方を教えてください、えー、正しいトレーニングを教えてくださいという,ふうに言われることがすごくよくあります、えー、答えとしては正しいトレーニングなんてないです間違ったトレーニングもないあなたにとって適正な正しいトレーニングというのは存在しますと。 ただし正しいの定義をちゃんとしないといくらでも間違ったトレーニングになりえますし効果の出ないトレーニングっていうのは生まれてしまうっていうのが、えー、非常に大事じゃないかなというふうに考えています。つまりそういったところを考えていくときには正しいの定義であり誰がやるのかその競技を誰が作ったのかっていうふうな前提条件っていうことをしっかりと考えた上でやっていかないと選手の努力が もしかしたらそこにマッチしていかない効果という部分パフォーマンスアップという部分にマッチしていかないっていうふうな本当に悲しい出来事が起こってしまう可能性があるんじゃないかなというふうに考えてます。で、えー、今日はどんな正しいトレーニングっていうふうに言われているものでも思考停止して正しいからみんなが正しいって言ってるから、えー、誰かが正しいって言ってるから本で正しいって書いてるからそれを鵜呑みにするんじゃなくて自分が 誰が作った競技を自分がやるのかっていうところをしっかりと考えて、えー、自分にとって正しいトレーニングっていうのを見つけていく動きっていうのを見つけていく必要性が、えー、伝われば本当に、えー、嬉しいと思いますで、えー、前提条件理論今日お話ししましたけれども前提条件理論が、えー、スポーツのトレーニングを考えていく上での前提条件になればいいなと心から願っております、えー、本日はありがとうございました <laughs>